はたもと浅野家若さの陣やふだざ緊急修理、クラウドファウンディングの実況中継をやりたいと思います。で、今週末にどこのクラファンサイトを使うかということを先言うと言っていましたが、準備ができたようですので、クラファンサイトはレディフォ4を使います。で、スタートは2月5日かの月曜日。 今はこの状態になっていますが事前シェアして応援するというところがありますのでえ協力してくれたら嬉しいなと思います。では今日はですね、の若狭の陣屋にまつわる話で中心蔵の話をします。これはあの旗本浅野家のものなんで、この朝野というのは阿を。 阿幸、はい・阿佐野家と中心蔵阿幸・阿佐野家でね阿幸城が中心ですのでね中心蔵だったら阿幸城・阿幸城ですが大石蔵之助が打ち入った時点では阿幸城はもう開城してしまっているのでその時点で阿佐野家は2箇所残っていました。 阿穂浅野の分家が家原と若狭野にあったんですね。若狭野浅野家というのは人間関係で言いますと、浅野匠の神がここにいます。で浅野匠の神のいとこになるんですね。浅野匠の神の父親が浅野長友で、長友の妹が鶴姫で、鶴姫が 大石家についでできたのが浅野長常で,でこの浅野長常を浅野長直が養子にしてで文家を作らせました浅野匠の神とはえ血縁でいうといとこで長直の養子に長常がなってますからそういうふうにすればまあ浅野匠の神の おじさんとということになりゃあ今日は。<laughs> でその、でですね、赤穂藩があった頃はですね、赤穂藩が全部やってくれてたので、若さのうちにやってちっちゃいもんでよかったんですが、赤穂藩が亡くなってしまってからはですね、<laughs> 旗本朝の貫は残ったんですが、自分でですね、通してなあかんということになって、 陣屋を拡張しました。で、それが現在の若狭の陣屋です。で、若狭の陣屋のですね。盗難の隅に。今でもこういう建物が残っています。この建物フタザーと言います。このフタザーがですねえ。築200年200年でですね。だいぶ老朽化してきてこのままではですね。 解体せなしょうがない状態に近づいているので、なんとかこれを直したいと、特に屋根のここがですね、壊れちゃったので、ここをですね、とにかく梅雨までに直すの目的です。で、ここね、時々あのお城巡りの人がやってきてですね、ああ、これが陣屋かってね、言って通り過ぎるんですが、実はここは陣屋の中心部ではなくて、陣屋の中心部はですね、 この坂道ですとずっと上がっていて、この辺りから左へ入ったところ、札沢の西側に段太郎坂と呼ばれるですね、坂があって、で、それを通っていくとですね、元神社門があったところに鳥居があって、その鳥居をくぐりますと、菅神社があって、で、その前に広場があります。ここが、 若狭野神社の中心部で、ここに御殿屋敷がありました。ただ、ここは明治30年代に解体されてしまってです、ね、広場になっています。で建物として残っているのは、一番南の端にあるこの札座です。なので,若ので、ね、若狭野神社を見に来られた方はです、ね、あ、これか、これがです、ね、旗本の札座かあ、これが旗本の神社かでですね、 質素なもんやなと言って通り,通り過ぎるんですが、じゃなくてですね、本来の御殿屋敷はこの裏の方ね、ここにあったんですね。大変贅沢な造りだったそうです。で、札座の方はですね、まあ見た感じ質素ですが、なぜかというと、これは札切って、反札を発行するためのお役所ですので、御殿屋敷ではありませんのでね、 実用一点張りで作られていますで逆に言えばですねこういうオフィスが残るっていうのは非常に珍しくてですね貴重なもんなんですがこれ文化財にするとかですね歴史的建造物にするとかそういうですね動きがなくてこのままではですねもう解体せなしゃあないなあということになっているのでこれをなんとか残したいというふうに 私がいろいろやっててですねで、自分の自己資金だけではや根の処理もできへんし、クラウドファンディングして、で私のポケットマネーと足して、なんとかここを直そうと思っているわけです。で、この写真のですね、この辺りに稲荷神社があって、旗本浅野家の守護神でしたが、そこに これですね、菅神社は昭和の初めぐらいかな、にここに移転してきたもので、もともと陣屋の中にあったものではありません。陣屋の中に初めからあったのは、この稲荷神社ですね、藤見稲荷を勘定するんですね。あの旗本ってね、結構ね、お稲荷さんをね、誕生して、守護神しているとこ多いんです、ね。で、旗本朝之家もですね、藤見稲荷を勘定して、 守護神にししていました。まあ、それが現在も神社の中にですね残っています。でこの稲荷神社をですね見ますと、義士だるまが置いてあります。で菅神社には四十七詞の絵馬がかかっています。でこの義士だるまですが、誰のかなって思ってみると、これは寺坂吉右衛門なんです。 なんで寺坂吉右衛門なんかというとですね、寺坂吉右衛門は若狭野で生まれたからです。寺坂吉右衛門って結構ね、有名な漁士の一人でね、一番身分が低いというか、唯一の足軽なのかな。うん。一番身分高いの大石蔵之介ですが、一番身分の低いの寺坂吉右衛門なんです。で、しかも寺坂吉右衛門はですね、うち行ったんですが、 打ち入って、打ち入りに成功した翌朝ですね、引き上げの時に姿を消してしまいます。で、なんでやねんということでですね、いろんなドラマが考え出されて、で、例えば映画の最後の長身蔵。佐藤浩市がやってたんですかね。手あすが吉右衛門で何本か主役の映画が作られています。 で、旗本浅野家、若狭の陣屋とですね、赤穂義氏の関係ですが、今、あれ、赤穂義氏って言ってますけど、江戸時代は赤穂浪士とか赤穂浪人とか呼ばれとったんですね。というのは、討ち入りというのはですね、あれ、あくまで幕府の方に照らしていえば、あれは犯罪ですのでね、赤穂義氏とは、まあ、歌舞伎なんかではね、義士義士言ってましたが、 大っぴらにね、義 <laughs> 士、正義の視野とかね、言えないわけですね、江戸幕府のえ法律体系のもとでは、そこで明治になって、旗本、浅野家、若狭野と家原が共同で、浅野匠のおよび大石蔵之助以下、四十七師、プラス浅野匠神のですね、 斜面願いを明治天皇に出しました。これがその時の文章です。でここに、チョグシ関東に下校した時に、平義仲が言われなき意志を、うん、なんと。で、死党に恩で、なんだかんだと書いてあってですね。で大石義雄はじめ、 46人の者ども、えー、苦労しながらですね、復讐したで、それについて、明治天皇に、斜面をお願いしますという願いを出しました。した明治天皇が、これは、これは忠義の死であるということになって。 アコー同士はアコ義士になったんですね。だから、アコ義士って言ってますけど、アコー同士がアコ義士になったのは、若狭の浅野家、及び家原浅野家がですね、明治になって、こういう運動をしたからです。うん、ということでね、若狭の陣院はもうね、中心蔵の物語には、一枚噛んでいて、あ、そうそう、浅野匠の神が、うち、 えと木田幸助の人情に及んで、赤穂藩が断絶するとき、赤穂藩、江戸屋敷、もうですね、没、ま、収、あ、というか、返すというかでえ、えらいことになったわけでね、赤穂藩の江戸屋敷のものを全部運び出せってどこはこ、どこに運び込むんだって、文家の旗本麻生の家の屋敷に運び込めってですね、赤穂藩の。 書類などは全部旗本浅野家が管理していて、で、それが明治になって若狭の陣屋に帰ってきて、それから某家に預けられて、それが今、辰の歴史文化資料館にあって、うん、その中にこの文書が入っているんですね。うん、浅野早時家文書ってね、今研究が進んでいます。だから戦前はね、 祭というと、赤穂城へ向かう人もいたし、逆に赤穂の人の中の、ね、一部はね、若狭陣屋にやってきたようですが、今、若狭陣社って愛用師になってしまったのでね、そういう関係がね、切れています。で、本題のですね、中心蔵って何だというね、話に行きたいと思います。中心蔵ってね、最近はね、あんまりね、映画作れませんけどね。 1980年代ぐらいまでかな。映画、最近入り悪いな。よし、中心蔵作れ。テレビ、最近視聴率が取れへんな。よし、中心蔵作れ。ね、中心蔵って日本の人気ドラマやったんですね。ということで、あの、中心蔵なんですけどね。あるいは義理の物語か、人情の物語かという話があってね。 いや、家族と一緒に行きたいけれども、ですね、殿様への義理があるし、打ちいらなしゃあないな、ということで、義理と人情を計りにかければ義理が重たい世界なんやと、という世界なのか、いや、義理は書いてもですね、したいことすぐんやという人情の物語なのか、中心蔵は義理の物語か人情の物語か、どっちでね、見るかによってね、 見方ががらっと変わるんですね。で、私ね、昔はね、あ,あ私、学校の先生しましたからね、の学校のね。さすがに日本史ではね、中心句だってあんまりやらないんですね。それだけ真珠は文楽作品として出てくるぐらいかな。うん、でも、そんなに時間取ってね、説明するわけにいかないんですが。 倫理社会ってのがあってね、倫理、そっちね、やるときはね、「忠臣蔵とそれだけ真珠に見る、えー、日本人の情念」とかね、そういうテーマでね、これだと時間たっぷり取れるんですよね。まあ、1時間ぐらいは時間取れるんです。日本史では、忠臣蔵に1時間も時間取れませんけど、倫理だとね、日本人のこう心情を考えるというテーマでね、1時間ぐらい取って、喋、うん、ることもできるんで。 主に倫理の授業の方でね、やってましたね。その時にね、さて高校生の皆さん、中心蔵知ってますかって言って中心蔵知りませんって。ところがね、高校生ね、中心蔵ね、知らない人多いのにね、浅野匠の神っていうと知ってるんですよ。ほとんどの子が知ってるんです。あの、浅野匠の神が出てくる、あれ中心蔵ですかとか言ってね、今、 中心蔵より浅野匠の神の方がブランドとしては有名ブランドになっているんです。アコ穂がね、最近ね、赤穂の観光支援って、まあ、1、2、2、3にも中心蔵ですからね、中心蔵知らない人が増えてきて、中心蔵の知名度が落ちているとか言ってね、赤穂の観光のホームページにね、赤穂、うん、の観光の課題、中心蔵の知名度を上げるとかね <laughs> って書いてありますけどね。うん、なぜか浅野匠の神の方が 高校生には知名度が高いというね、ことになってますね。で、その中心ぐらいや、君ら、浅野匠の子も知ってるんか、あの浅野匠の子はみん切腹して、ほんではね、なんてことやでね、四十七種が内入りや、あ、知ってる、知ってる、みたいな、あれ中心ぐらいうんやね、とか言ってね、高校生でね。そうそうそう。で、さて、あの中心ぐらいですけどね、あの内入りですけどね、あれは義理、大名に使える武士としては、 打ち入らなければ義理が果たせんということで打ち入ったのか。いや、やりたいからやったんや,やと。心情ね。うん、義理がないやと。俺はしたいことし,して生きるんやというね。うん、そっちの方なんか、どっちの物語だと思いますかって。で、実はね、私はね、若い頃はね、あれは義理の物語と思とったんですよ。 大石倉之助から言うとですね、妻の陸を捨てね、幼い子供たちを捨てね、で大石力だけを連れてね、これは武士として一部が立たなんだやと、うちがんことには、言ってうちいるんやと。だからこれは義理の物語なんやと思ってたわけですね。うん。赤倉県の世界ですかね。義理と人情をはりにかけりゃ義理が重たいこの世界だと思ってたんですよ。 そうすると、忠臣蔵をですね、精神を受け継ぐのは、高倉健太とか菅原文太とかね、あの世界やということになるでしょところがね、違うんですね。その後ね、いろんな本を読んでね、分かったんですけど、忠臣蔵ってあれ、心情の物語なんですね。義理と人情を測りにかけた心情が持たんやというね、義理がないやというね、義理書いてもいいやというね、私は好き好きなことをやるんだという。 好きなことをやるんだというね、そっちの方で行くとね、じゃあ、中心かの物語のですね、のそ受け継ぐのは何なんですかというと、それは実はね、真珠もんなんですね。うん、えー。もうこの世の中に未練はないわ、なんあんた、ってもう世の中にはギリ書くけど、一緒に信じようかという。 これなんですって。でね。実は、それだけ、真珠門で一番有名なのは、それだけ真珠が一番最初でね、なんですね。道島、新地、天満屋の女郎、初と、醤油、商人、平名屋の手代、徳兵衛が、という話なんですけどね。近松門左衛門が、それだけ真珠という有名な文楽の作品を作りました。 ところで、いつお初と徳兵衛が道行きをしたかというとですね、元禄16年4月7日なんです。でそれだけ真珠ってね、それからね、1ヶ月でもう上演されてるんですね。近松門左衛門ってね、今で言うと芸能レポーターみたいなもんでね、なんかこう事件があったらね、 パーッと駆けつけてね、その場で取材してね、それをパパパパパッとね、文楽や歌舞伎に仕立ててね、ジョールディか、一番多いとかね、仕立てるんですって。だから、宿末問題者の書いたもんって、今ではね、プラスチックになってますけど、当時としては <laughs>、一番、 今までこう芸能ニュースみたいな、ああいうもんだったんですってね。で、おはまず天神の道行きがですね、元禄16年4月7日なんですが、では、アッコウ士の打ち入りはいつかというとですね、それの、えー、5か月前、元禄15年12月14日に打ち入ったんです。で、2月4日にですね、 四十七のぞく寺坂吉右衛門家はですね、切腹してるんです。でこのニュースがね、世の中を駆け巡ってねで、若い恋人たちにですね、衝撃を与えたわけです。あのなあ、あんた、お武家さんでもなあ、主人のためにな、命かけて、家ちって、見事にね、散りはったんでと。 え私らあんた、恋のために命をかけないでどうすると、お武家様ごときに負けてはいかん。私たちも続こうって。っていうことなんですってて本を読んでね、あ、そうなんやって。これは、義理より人情という、そういう物語なんや。で、それ見てね、お初と。 徳兵が道行きしたいってそれに続けで,ですね、<laughs> 続く人が王さんあってねでどん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 ですねそれをねまたあの劇にしてね「チコマツモンザメ」「チコマツモに「王さんありますよね真珠天皇阿弥島」とかね、うん、古典作品がたくさんありますで中心蔵というとえかな手本中心蔵ですけど 奏手本中心ぐらい先に曽根崎新庄とか新庄天網島とかそういう近松門左衛門の文楽作品が出るんですね。ところでこれがね義理の物語であればそんなに問題ないんですけどねこれは新庄の物語だとするとこれえら偉いことなんで幕府はねさすが賢くてね本質見抜いたんですね。 これはいかん、禁せないかんということでですね。うん、で、心中者は上演禁止になりました。で、か手本中心蔵の方はね、初めからね、ドレッシング、幕府の名をね、ちょっとはばかるとこあるのでね、大石蔵之助は大星与良之助と、吉良皇助之助は、 縁夜奉還やったかな名前書いてですね、やってたんですが。で、私、それだけ真珠でね、有名な物語だからずっと上演され続けていたのかというと、実はそうではなくてですね、さっきウィキペディアね、見てたらね、これ危険な物語やということで、で幕府から上,上演禁止くらってですね、でそのまま忘れられ 出たんで、すってねそれだけ真中ってで、それがね、ウィキペディアさっき読んで知ったんですけど、割と戦後のことらしいですよ。あれ、もう一回ね、やってみようとか言ってね、で、文楽なんかで取り上げられて、やがて映画化されて、映画日本作られてるんですね。 梶名子がお初やる作品と、それからあの文楽人形でやる映画とね、あそうなんかと思いましたね。そねざき真珠も、中心蔵もそうなんですが、義理より人情、生きたいように生きるんだというね、あここが本質なんやと、そうやって見なあかんのね。 だからあれいやいやね、うちいってるんではないんですね。あ、楽しいんですね。この時代ね、武士ってだんだんね、武士らしく、生って言われよったんです。戦国時代なんかはね、武士といえば戦場を革命ぐってね、ということだったんですけど、江戸幕府がね、もういつまでもね、そんなんやっと高いやんっていうことで,で、これからは武力よりもですね、 礼儀やということで、これね、武家諸法都の中にね、はじめはね、キューバの道のがあったんです。武家とは何か、キューバの道である。武士って馬に乗って弓で戦うんですね。源義家とかね、馬に乗って戦ってますね。それから、 モンゴルが攻めてきた時のね、原稿の時でも、滝崎末永も馬に乗って戦ってますからね。馬に乗って弓で戦う。これが武士だったんです。なんか武士のことは、キューバの道って言ったんです。で、江戸幕府もですね、最初の武家書発度では、キューバの道やって言ったんですけどね。家とだからなか綱吉かな。これがね、消えてしまうんです。 もうこんなの,の終わった、こんなものが。これからはね、学問とか、礼儀、作法とか、そんなんで行きなさいって言ってたんです。で、その時期にね、人情事件が起きるんですよね、浅野匠の神の。で、大石フランス芸家がうち入るわけですよね。で、綱吉から見たらね、お前らなーって戦国時代のそんなやめ言うたやろうって、いうことなんですけど、 でも、武士から見るとね、納得できへん。やっぱりキューバの道じゃん、武士は。これは、喧嘩両成敗ね。これは武士のですね、生き方なんです。喧嘩両成敗って、是非に及ばず、どっちが正しいかとか間違ってるかではなくね、揉め事があったら両方成敗でする。これがですね、武士の道やったんです。 それをですね、浅野匠の神と吉良幸助之助がどういう事情で揉めたんかはわからん。でも、どういう理由で揉めたかは問題ではないんです。喧嘩両成敗、両方とも切腹とかね、これやったら両成敗ですのでね。それでいいんです。しかし、片方だけが切腹、片方はなんもなし。 それはおかしいやろう。喧嘩両成ばちゃうやん。どういう事情で、二人が揉めたか。そんなものはどうでもええやん。というのが武士の世界なんです。で、武士のね、道に生きよう。戦いだ。戦いこそ武士の本道だ。ね。男と女が愛し合うのが男女の世界であるとすればですね。 戦いこそが武士の世界ですからね。生きたいように生きる。幕府はですね、戦いなんかやめへって言ってるわけですね。よし、かし、それ義理ですね。戦いなんかやめなさい。これは義理です。何言うとんやこれは戦うんじゃ。これ心情ですね。生きたいように生きる。だから楽しかったんでしょうね。うちいるぞって、久しぶりに戦いやって。で、ね、燃えるなーって。 うん、という物語なんや、でね、いう本を読んで、あ、そうか、って感じて、で、高校のリーの時間ね、中心蔵は、心情の物語なんや。日本人は生きたいように生きていくということでね、そういうのは受けたんや。っていうことは逆に言えばですね、生きたいように、 生きてないんだ、ね、生きたいように生きてないから生きたいように生きてた人に憧れを感じる。で、中心蔵も、それだけ心中もそうなんやと、うんでこれはそう。で、これをね、今風にね、考えちゃうんですよね。特に、 1970年ぐらいからね、「中心蔵、ね」のテーマがねだから変わってきてね、で再就職するためやったんちゃうんかとかね、だから最近の「忠臣蔵」って変なの多いですよね、予算がどうたらこうたらとかね、討ち入りシーンをね血統として描こうとかね。 でも、そんな、死を増してるせね。本来は、やりたいからやるんや。で、私たちは、やりたいことをしないでね、我慢して生きてるけど、ギリの中に生きてるけど、おはつもそやし、大石さんもそやけど、やりたいことやりはったんやね、って。ちっちちっちってあげてですね、日本人は応援して,してきたわけですね。行け、行け、行けってね。 うん。でで、この中心くの映画がね、どん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 作られていくね、もう一個のね、魅力はね、参加者がね、どん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 こう増えていくんですね、寺坂吉右衛門も。えー、あ、寺坂吉右衛門はもう増えていったというか、四46か十七になるんですけど、あ、さっき。 寺坂吉右衛門のね、話し,しておきますね。寺坂吉右衛門ってね、四分と足軽とあって、四十六人、大石クランスケ以下四十六人、こっちなんです。寺坂だけがこっちなんですね。せやから、 打ち入る資格もないんやという、という考え方とね、それから切腹しないでというのとね、それからもう一個ね、陪身。これ、匠の神が、ですね。匠の神から見ると、吉田中左衛門というのがいて、 吉田中左衛門の下におったんです、寺坂は。せやからこれ陪審でしょこれ直審、1回目。家来の家来。だやから匠神の,の直の家来ではないからという。だから、打ち入る必要はないんだという話もあったんですけどね。この3番目のやつについてはね、中央議誌会の人に聞きました。寺坂は、 吉右衛門は確かに吉田中左衛門の部下やったんや。長左衛門に使いとったんや。だけど27歳の時に浅野家の足軽に変わったんや。だから身分は武士と足軽の差あるけど、匠の神の直身なんや。これはその通りない。だから主人のために打ち切ると。これでいいんやと。 いうことでですね、安川吉右衛門も含めて四十七士。これが正しいんだ。もう最近ですね、そういうね基礎的なですねこともね、歴史を研究しないで、もう思いつきみたいにね、言ってるやつおるけど、あらいかんと。我々中央技師会は、歴史をちゃんと研究して、実証的にやっていくんです。 あ、そうか。地方議師会って歴史実証主義に立ってるんやって思いましたね。うん。作家のな、思いつきでな、やっとにちゃうと私たちは、ってね、言ってました。そうですか。<laughs> うん。じゃあ、寺坂吉右衛門は、なぜ、打ち入りの、打ち入り成功の、さね、打ち入ったことは確実で、で打ち入り成功の後をですね、行方をくらましたのかと。 ここでですねいろんな説が出てくるんですね。大石ン之介からですね、密命を帯びたんやと、その密命とは何かというね、密めを帯びてたみたいな、その密命が何かっていうところでね、いろんなドラマが作られていって、でハリウッドが絡んで作った、最後の中心蔵化っていう映画があってね。 これですね、うん、大石蔵之介には、実は娘がおったんやと。で、この娘をね、頼むと、お前しか頼めんのや。という話だったかなあ、違う、こっちかな背をなんとかさん、こっちに頼んだんかな分かった。とにかくこの二人の足軽なんですね。で、 ちの方が先逃げて、で、じゃなくそれを追っかけるで物語やったかな、要、瀬尾孫左衛門と、で、朝か吉右衛門とね、うん。で、とにかくこのですね、大石蔵之介のね、娘をですね、阿こ阿この侍で、 うちに参加しなかった人たちがですね、みんなで盛り上げて立派に嫁に行かせるというね、物語ですね。うん、あハリウッドが解釈すればそうなるんか、というね、うん、映画でしたね。ということで、あそれともう一つ、中心グラってさ、そういうことでみんなね、応援するわけね。でね、映画作っていく中でね、 俺も参加したいっていうのがあってね、じゃあ、あなたも参加しましょうっていうことで、参加者が増えていくんですね、うん。清水一角。あ、清水一角はね、実在の人だそうです。これもウィキペディアから取ってきただけですけどね。清水一角ですね。二刀流で戦ったというねで。この人はね、本当におったんです。ただ、あの、 ちょっと戦ってすぐ撃たれちゃったと。これがシーズなんですけど。うん、中心村の映画ではね、大活躍しますね。だから、宝居企画っていうかな、俳句の先生。これは本当におったらしいです。ただ、両国橋でね、大高言語と話をする。あれは創作らしいですけど。で、甘川屋利平。 甘川屋義兵だ。これはないので、天のや利兵、てのがおって、これ大阪の商売人で、この人ね、芝居のスポンサーだったんですっ、ね、て、ほ俺、寄せくれや、言ってね、じゃあ分かりました、出番作りましょう、とか言ってね、うん、あの朝の藩、赤王朝の王、OK、ね出入りの商人で、で、武器を調達してですね、それがばれそうになってね、 で、拷問かけられても、知りませんよ、なんてね。うん、男義兵というね、出てきますが、うん。で、この後ね、どん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 こう創作が出てきてね、タラボシ現場とかね、あ、南原にあったね、タラボシ現場のね、えー、浪曲がね、うん。あれも、あれは江戸時代の、ごく初期の作り、作り出された、 人物で、であと、お通夜さん、岡野金右衛門に絵詰め見せる大工の娘ね、あれも創作で。で、20世紀になって映画の中で作り出されたのが見ゴロベ、かきみごろべえ。かきみごろべってね、立花左近ともいうのかな、大石、あ、日野家の,の,のご用人で。 で、大石蔵之助が箱根を越えるときに、京都からね、直視だったかな中の荷物を運んでるんですっていうことにしてね、通ろうとして。で、それ、偽物やないかって言うんですけど、かきみころべ、また花さこ。これ、名前2つあるんですけど、うん。 で、その名前をね、語って通ろうとしたら、本人がやってきて、大石さん、あんた誰やって私は立花作文や。私も立花作文だ。とか言ってですね。まあけど、そこで大石蔵之介がね、黙って、ちょっと、高波門を、ちらっと見たらですね、あ、わかりました、はいってうん。ということでですね、もう、あの、いろいろ説明しなくても、浅野家の家紋、高波門をね、ちらっと見ただけでね、 全てを指して協力しましょうという、そういうあの言わなくても分かってもらえるという、ここがテーマだという書いてある本もあってね。で、あと、堀田隼人さんが出てきて、しね、この堀田隼人って好きでね、なんで好き書いたら、大河ドラマで、2作目が、 中心ぐらいやったんかな一番最初がね、花の生涯やって。ですよね。で、二つ目が中心ぐらいやったね。あの時、堀田隼人ってね、なんか、何度やってたんだろう長谷川和夫の、えー、弟子。うん、うんがやってってね。世を捨てて、すねながらね。 上杉家の密偵と言いながら、なんか内心、中心蔵の方を応援してるね、へ、ええ、こしい立場の人ですけど、いや、あの、堀田隼人ってかっこいいなぁって、小学校の頃思っててね。うん。というふうにしてですね、全員参加型ドラマなんですね。私も入りたいわ、私も入りたいわってね。で、クラファンですけどね、今回は、 リターンは、私が町を、町を、ね、当寺寮や殿の書、歯本浅野家の書領を案内しますとか、あと、木札をね、陣屋の中にかけますと、100年前に寄付してくださった名前、人たちの木札がずっとかかってますからね、それに続いて、それに続いて、200年目のですね、令和の大修理っていうところにね、かけていくんですけども。 さらに全体直すときはね、私ね、リターン何考えとおかれたらね、その時は、ちょっとたくさんお金出してもらわなあかんからね、全部直すときはね、その時はね、リターン前から考えとんでん。この、この中心蔵の一場面をね、描いた絵を、陣屋にかけます。室内にかけるのがいいのか、外のね、白髪に、レリーフで、 当番ぐらいにしてね、はめ込むのがいいのか。当番高いかな。で、その時にね、この顔をね、この顔、あなたの似顔絵にします。俺、清水一角をやりたいわって、分かりました。じゃあ、清水一角でね、顔、似顔絵入れて、でこの当番でも作って、で、の陣屋のね、白壁にこう。 あとです、ね、後から来た人が、あ、これ、清水一角の場面やんか、え、この顔見たことあるやん、あ、これ、これ、寄付した人の顔なってんねやんっていうね、うんで。その時は私は、堀ハヤトをですね、選びたいと。堀、うん、ハヤトがね、淡島近家と一緒に、あれ、堀田隼人の俳優誰やったっけな、うん、あかんね歳だで忘れてしまうね。うん 後の方の映画ではね、田村正一がやってましたけどね、まあ、ああいう感じね、田村正一みたいな感じだね。あ、林洋一、思い出しました。うん、NHK のやつはね、林洋一でしたね。で、三船敏郎主演の映画の時は、田村正一でしたね。ああいう感じね、堀田隼人ってね、うん、ちょっとね、すねてね。 しかしあれやね、私もそのどどどれ、どれに顔を入れて描きたいだら、ホッアイアト選ばないかね、やっぱりね、自分もね、おいしクラスケとかね、そんな選ばへんどこがね、どうしたら私ね、これねちょっと若干アウトローな方選んじゃうんですよね、シームズ一角とかね、ホッ堀田隼トとかね。うん そこまで来たら嬉しいんやけどね。今回のクラウドファンディングがうまくいって、屋根の修理ができて、よし、第一工事終わったぞと。次は、屋根全部を交換すると。<laughs> これは、これはですね、かなりお金集めなあかんし。うん、私もそれなりにですね、もう、まあ人生最後やから。 もう自分が自由に使えるお金はそこに出しちゃったらいいわと思ってるんですね、うん。それはまだ1年ぐらい先になるかな。ということでですね。とは、今回はとにかく応急修理をしたいということなので、最後にですね、共有を。 これです。Ready for と、本浅野家若狭の陣屋の二座を応級修理し後世に残したいと書いてますのでね、これコピーしてツイッターにでも貼ってくれたら嬉しいなぁと思いますねあ。で、これ、あの、とりあえずこう書いてますけど、これ第1弾でね、もうちょっと大きな目的はね、旗本浅野家の所領を若さの 室町時代の東次郎矢野の荘ですね、ここをですね、日本の中世近世を学ぶ、日本史学びツーリズムの観光地にしたいで、この2つの企画がね、うまくいけば、うん、東次郎矢野の荘に人がたくさん住まってきてくれて、で、この若さの陣屋も見てで、この中でですね、荘園ってどんなんで勉強してね、じゃあ見に行きましょうかというね。 それがプロジェクトの全体像なんですね。ではまあ、1時間ほど喋りましたので、今日はこれで終わってですね。また明日からも、なんかかんか話見つけて喋りますのでね。来てくださいね。うん